清田のオークス前景清田のオークスは愛知県甘郡市キ田町にあるクスの古木である。愛知県下では最大で中部地方の代表的なクスの木である。樹齢は推定1000年以上。源義家が欧州の反乱平定に出陣する際に植えたとの伝説がある古木で1929年12月17日に国の天然記念物に指定された。 樹高が22メートル、根回り13.6メートル、幹回り14.3メートルある。明治初期までは、この辺り一帯が、靴の樹海であったが、宅地や畑の開発が進んだため、みかん畑などの中に位置する形となった。枝などの一部が枯れるなどの問題が見られたことから、1998年に、岐阜大学名誉教授の樹木医、林進が、樹勢などの調査を行った。 ガマ市博物館が、林進の助言に基づき、周囲にあるコンクリート柵や石組みなどを根の生育の妨げとなるものを除去するなどの保護柵を進めた。また、2008年に近隣の住民などが清田のオークス愛好会を発足させ、林進の助言を受けながら、踏み固められた土を掘り返して、柔らかくするとともに石なども取り除き、 さらに、表土の乾燥を防ぐために、よしを敷き詰めるなどの根の成長を促すといった作業を、ボランティアで行うようになった。ありがとうございます。